ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ魔理沙、メキシコの古代遺跡、めっちゃ見てみたいんだけど、メキシコって治安どうなのかな？マヤ文明の象徴であるチチェンイッツァ遺跡をはじめ、いろんな遺跡があって見どころは多いよな。ただ、日本の外務省によると、残念ながらメキシコは治安が良くない国として分類されてるな。そうなんだ。じゃあやっぱ怖いな。治安もなんだが、実は地盤にも問題を抱えているのがメキシコなんだ。へ？地盤？どういうことよ。では、今回は2021年メキシコ市で地下鉄高架橋崩落事故について紹介していくぜ。かなり最近の事故じゃん。というか、高架橋の崩落って、事故の概要としては、もう読んでそのままだな。メキシコの首都であるメキシコ市を走る地下鉄で、高架橋が崩落して走行中の車両が落下するという鉄道事故があった。ええー、そうそうあってもらっちゃ困る種類の大事故だけど、なんだってそんなことになったのよ。この高架橋が崩落ついては、様々な要因が挙げられている。例えば、事故があった地下鉄12号線というのは、開業からまだ10年と経過していない、比較的新しい路線だったんだが。へ？なのになぜ？開業当時から構造上の欠陥があるのではないかという懸念があった、と言われている。構造上の欠陥？平たく言えば、設計上のミスや不備、建設基準に関する問題だな。つまり、作られた時点でもうすでに、安全かどうかわからないような状態だったってこと？どう考えてもヤバすぎでしょ？他にも、この地下鉄の建設をめぐっては、汚職疑惑なども囁かれているそうだ。それか、どいつもこいつも、なんで建設業界って、世界どこ見ても、どこもかしこもそういう話ばっかりなのよ。ただ、今回の事故が起きたのは、必ずしも建設業者や業界ばかりの責任ではない。例えば、2017年には大規模な地震が首都メキシコ市を襲ったんだが、その地震の後、地元の住民から高架橋についてひび割れがあるなどの通報があったという。もともと安全性に問題のある建築だったのに、地震のダメージや長年の利用でちょっとずつ負荷がかかって、ある日突然にみたいなことだったのかな。それだけじゃない。実は、現在メキシコ市では、地盤沈下が深刻な問題になっていてな。ええー、問題多すぎでしょうが、もう、どんだけって。まあ、沈下のペースや進行度は地域によってバラバラだが、最大で毎年50センチメートルの沈下が発生しているところなんかもあるという。そのせいで、地下鉄や道路などの都市インフラや建造物が未曾有の危機にさらされているんだ。全然知らなかった。今回の事故は、そういった様々な要因が絡み合って起きたという不運な側面もあるんだ。さて、こういった背景事情も気になるところだろうが、まずは事故そのものの経緯を簡単にまとめておこう。2021年5月3日午後10時25分頃、メキシコの首都であるメキシコ市を走る地下鉄12号線の高架橋が崩落する、という事故が発生した。いきなりね。より詳細な事故現場は、メキシコ市東南部の管轄区域トラウアックのオリボス駅付近。高架橋の崩落に伴い、走行中の車両が落下したほか、その下にある道路を走行中の自動車が運悪くした時期になるなど、現場はかなり混沌とした状況だったそうだ。うわぁ、これはまた大惨事だね。この崩落事故による死者数は26名、負傷者は80名前後だったと見積もられている。現地の監視カメラが捉えた映像では、地下鉄が走行中の高架橋が突然土煙を上げ、中間部から折れるようにして崩れたそうだ。そう、そんなこと普通ある？事故の前触れみたいなものはなく、いきなり崩れた、みたいな。ところで、構造上の欠陥があったみたいな話があったけど、正直、事故の原因については、何か一つこれが悪かったと言えるものはない。ただ、専門家の方によれば、高架橋がその中間から突然折れるというのはそうそうないことで。まあ、そりゃそうだよね。単純に重さを支えきれてないってことだもん。外的要因がないとするならば、基本的にはコンクリートの品質や溶接部の問題くらいしか考えられないそうだ。つまり、この高架橋の建設時点でミスや不備があった可能性が高い、ということだな。外的要因って言うと、一番わかりやすいのは、地震などの災害だな。その他にも、交通量の多い道路から、車の走行時の衝撃が橋桁を伝って、少しずつ高架橋に負荷を蓄積していたとか。どちらもありそうな話ではあるね。直近では、2017年のメキシコ中部地震が首都を襲ったほか、高架橋の完成以降何度か大きな地震が起きている。余談だが、このメキシコ中部地震の後、地元住民から高架橋に肉眼で確認できるレベルのひび割れがあるという通報が入ったこともあった。もちろん、その時は当局が補修に当たったそうなんだが、実はその時の補修が完璧じゃなくて、というパターンも考えられるよね。
ただやはり、直接の事故原因とされているのは、建設時にあったとされるミスや不備だな。実は、この高架橋で問題が起きたのは、この崩落事故が初めてではなく、完成から2年後の2014年にも、複数の補修工事のために一時閉鎖を余儀なくされるということがあったんだ。はい、完成からたった2年で、複数の補修工事が必要なくらいガタが来てた。ってこと？当時のメキシコ市で地下鉄局長をして、地下鉄12号線は一生解決できない固有の問題を抱えているらしく、永久的なメンテナンスが必要になるとのことだった。つまり、経年劣化などの問題を抜きにしても、ただ使い続けるだけで普通ではありえないダメージが蓄積されていってしまうということだ。はぁ、ちょい待ちちょい待ち、そんなことある？また、専門家の方によれば、高架区間は脱線のリスクがあるために、走行速度を時速 5km ほどに落とさなければならなかったという。また、周辺住民の証言からは、事故前の高架橋は特に振動がひどくなっていたという発言もあったそうだ。どんだけガタガタだったのよ。他にも、事故前から様々な悪評が立っており、建設前の汚職などの黒い噂なんかもあるが、事故に至った直接の原因としては、建設時点ですでに安全性の担保が不十分だったこと、それが分かりきっているのに適切な補修や補強がなされなかったこと、この2点に尽きるだろう。地元住民の多くは、事故ではなく過失遅かれ早かれこうなることは分かっていたと、地下鉄12号線の高架橋について散々な評価をしているという。よっぽど信用なかったのね。それでも人を走る地下鉄ということで、みんな安全じゃないんじゃないかと疑いつつ、利用せざるを得なかったみたいだな。その結果が2桁台の死傷者か。ただ、実はこの事故だけでなく、メキシコ市での地下鉄は過去に何度か大事故を起こしてもいるんだ。そして、その背景には建設時の問題だけではなく、メキシコ市という都市の作りが関わっているという。では、ここからは事故の背景について視点を移そう。正直、動画冒頭のメキシコの首都で地盤沈下が起きているって話が一番気になってるんだけど。っていうか、高架橋めっちゃぐにゃってるじゃん。こんなところ鉄道走ったらやばいって。なぜメキシコシティで地盤沈下が起きているのか、それを説明するためには、この国の起こりについて簡単に知っておいてもらう必要がある。確かメキシコって、有名な古代文明があった場所なのよね。北アメリカ大陸南部の土地には、紀元前2万年頃から人類が暮らしていたことがわかっている。ヨーロッパ、アジア、アフリカの3大陸から切り離されたこの土地には、スペインによる植民地化を迎えるまで、メソアメリカという高度な文明を持つ国がそれぞれ栄えていた。マヤ文明とかアステカ文明のことだね。しかし、15世紀末にコロンブス率いるスペイン人たちが突然やってきて、これらの文明は徹底的に破壊されてしまった。さて、現在メキシコシティがある土地には、アステカ王国の首都であるテノチテトランと呼ばれる都市があったんだが、このテノチテトランという都市は、この上に浮かぶ島に建設された都市だったんだ。ってことは、その今のメキシコシティもその島の上にあるってこと？いや、そういうわけじゃない。というか、テスコココと呼ばれるこの湖は、現在はほとんど地図から消えかかっている。どういうこと？テノチテトランもメキシコシティも、この湖を干拓したり埋め立てたりすることで、無理やり陸地を作った上に築かれたんだ。遡れば13世紀頃、メキシコ盆地にやってきたアステカ人たちは、太陽神の神託を受けて湖の上にある島の都を作るという決断を下すことになった。だが、湖に浮かぶ小さな島の上に大勢の人々や建造物を作って定住するというのは、なかなか容易なことではない。まあ、そりゃそうだよね。そこで、彼らは様々な工夫を凝らして、どうにか大勢の人々が住める巨大な建造物を建てられるように島を改造していったんだ。湖の上に水草を浮かべ、その上に泥を持って農地を捻出したり、水分を多く含む土壌に建造物が沈まないように、木や石の基礎を組んでその上に建造物を乗せたりな。大変だなぁ。で、16世紀初頭にスペイン人征服者のエルナン・コルテスがやってきて、アステカ王国を征服、古城としてのチテトランも破壊されてしまうんだが。ああ、せっかく頑張って作ったのに。ただ、当時のテノチテトランは、同時代のパリやイスタンブールに並ぶと言っても過言ではない、世界有数の規模を誇る大都市になっていたんだ。これをただ壊すというのはさすがにもったいないと思ったのか、コルテスはテノチテトランを破壊した上で再利用することにした。再利用？破壊した町から石材などを切り出して、テノチテトランの上にヨーロッパ風の都市を築いたんだよ。なるほど、それが後のメキシコシティってわけね。こういった経緯のため、今でもメキシコシティの古い建物の地下なんかには、テノチテトラン時代の遺跡が残されたりしているそうだ。以降、都市の成長や拡大に伴って、テスココの干拓や排水も進められ、現在では直径ほんの数キロメートルの小さな湖になってしまった。あらら、一方のメキシコシティはというと、現在はおよそ2000万人以上が暮らす、
北アメリカ屈指の世界都市にまで発展を遂げている。え、そんなに大きな都市なんだ。それどころか、現在のメキシコシティは世界で最も過密な都市とも呼ばれており、慢性的な交通渋滞や環境汚染などの都市問題を常に抱えている。ともすると、首都を走る地下鉄ってのは、そこに暮らしている人たちの生活に欠かせない重要なインフラだよね。本当なら、そうホイホイ事故を起こしてもらっちゃ困るんだけど。その上で、どれだけ都市が発展しようとも、ここが湖を埋め立てて作った土地だという事実は変わらないんだよな。つまり、土地が水分を多く含んでいる、という課題はテノチティトラン時代からずっとあるってことだね。水分が多い土地の上にある都市というのは、それだけで様々なリスクを抱えている。実際、今現在もメキシコシティでは多くの建物で地面が沈んだり、傾いたりしているそうだ。その上で、このような脆弱な地盤は地震にも非常に弱く、1985年のメキシコ地震では液状化現象によって多くの建物が倒壊した。水分を多く含んだ地面が、地震の衝撃を受けてドロドロの半液体状になっちゃう現象ね。もちろん、過去の為政者や政治家たちも、水の多い土地ゆえの課題には気づいており、そのための対策も行ってきた。その対策の中に、耐水層と呼ばれる地中の層から水を抜いて、地盤を安定させるというものがあるんだが、水分が多いのが問題なんだから、水を抜けば安定するって話ね。一見すると、シンプルな答えに見えるけど、現実はそう単純じゃない。耐水層から水を抜いた結果、それはそれで別の問題が生じてしまった。別の問題？地面から水を抜くと、その地層の体積が減ってしまうんだよ。今までは水を含んでいるおかげで膨らんでいた土や砂が、水を抜いたことでその体積分だけしぼんでしまうわけだな。で、地層の体積が減ると、その上に積み重なっている地面がどんどん低くなっていくわけで。ああ、それで地盤沈下が起きているのかしかも、ただでさえもともと多くの水分を含んでいた土地だから、水を抜いたらその分激しく沈んでしまいそうだよね。他にも、農業における地下水の大量利用などが、この地盤沈下に拍車をかけているそうだ。そして、メキシコシティの地盤沈下問題が特に厄介なのは、どれだけ沈下するかが土地によってまちまちだというところだった。水分を多く含んでいるところと、そうでないところで、沈下の幅やスピードに大きく差が出てしまうんだよ。それは何がまずいの？都市と都市をつなぐ道路や地下鉄などの交通インフラは、一体どうなると思う？うわ、やばいなんてもんじゃない気が。場所によってどれだけ沈むかが違うせいで、線路やアスファルトが歪んでしまうのね。そういうことだ。調査によれば、この不動沈下と呼ばれる問題は、メキシコシティ地下鉄の高架区間のおよそ半分で起きているという。その上で、歪んだ道路や線路の上を毎日のように自動車や列車が走るわけだから、そこにかかる負荷というものは凄まじいものになる。うげ、それだけでも脱線事故や車の故障につながりそう。くぼみには雨水が溜まるので、線路や設備の腐敗や酸化も進みやすい。地震が発生した時の負荷だって、局所集中してしまうだろうな。何にしても、毎年最大 50cm にもなるという地盤沈下はインフラ崩壊の最大の原因と言っても過言ではないな。毎年 50cm って考えたらえぐいよね。10年経ったら 500cm。5、5メートルも。ともあれ、これが、メキシコシティの建造物や交通インフラが抱えている喫緊の共通課題なんだ。そして、それが重大事故という形で表に出てきたのが、今回の2021年メキシコシティ地下鉄高架橋崩落事故だったというわけね。一応、事故の主な原因は、先に解説した建設時の不備によるものということで片付けられている。しかし、事故現場の高架路線区画で地盤沈下が起きているいうことは、事故が起きるよりも前に分かっていたことだそうだ。にもかかわらず、公式の調査結果の中に、その地盤沈下に関する言及はなかった。どう見たって無関係なことはないと思うけど、建設の不備があったことはおそらく事実なんだろうが、事故の原因をそれだけということで片付けてしまうと、おそらくいつまでも本質的な解決には至らないだろうな。建設業者が悪かったというだけの結論だと、別の業者にルールを守って作ってもらおうくらいの結論にしかならないもんね。でも、誰がどうやって作ったところで、地盤沈下で線路や地面が歪んでしまうのは変わらないわけで。世界有数の人口過密都市メキシコシティの地下鉄は、アメリカ大陸でもニューヨーク地下鉄に次ぐ規模となっている。首都の住民の生活にとっては切っても切り離せない交通インフラだが、心から安全に利用できる日はいつか来るのだろうか。これはいやはやなんとも。みんなは今回の事故や、メキシコの事情についてどう思った？ともあれ、今回の動画はこの辺りで締めるということにしておくとしよう。みんなは今回の動画についてどう思った？意見や感想があれば、コメント欄に残していってくれると嬉しいな。ぜひともお願いするぜ。みんなが記憶に残っている事件や事故なんかも教えてくれよな。コメントはすべて拝見させてもらっているぜ。私の毎日の楽しみなのよね。
そうだな。毎度のことながら、チャンネル登録と高評価、メンバーシップの検討もよろしく頼むぜ。このゆっくり災難資料館のチャンネル登録はもちろんだけど、私たちのイラストもほぼ毎日投稿させてもらってるから、チャンネル登録と合わせて通知のオンも忘れないでね。メンバー限定の動画や投稿なんかもあるからメンバー登録もぜひ検討してくれると嬉しいわ。事故マニアの管理人が厳選した事故防止や災害時に役立つアイテム、参考にした書籍なんかをまとめたサイトも開設したぜ。徐々に増やしていきたいわね。サブチャンネルのゆっくりお金の学校や、イラスト用のインスタグラムとか、いろんなコンテンツあるから、この後、動画の概要欄からそれぞれのリンクもチェックしてくれよな。応援してくれたら飛び上がって喜ぶわというわけで、ご視聴ありがとうございました。